かわいすぎるみたいの。こんにちは、ただいま。かわいい。おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。今日はね、放課後帰ってきた後のね、はい、ルーティーンを撮りたいと思います。ね、今ね、ちょうど4時ぐらいかな。帰ってきました。画面。あと5分で4時ですね。4時ぐらいですね。めっちゃ通知が溜まってて見せられなかった。はい。はい。ということで、上です、今。はい。の部屋にいます。はい。で今からですね、うん、買い物に行きたいなと思って。行くの結局。行かないんじゃないの、うん、行くよ。行くの、うん。行きます。宿題は宿題はあるけど、後にします。そういうタイプです。いいんじゃないかなって今日。そういうタイプです。雨すごいし、じゃんじゃん降ってる今日。宿題やりたくないの。やるんだから。絶対やるんだから、どんどん遅くなるだけなんだよ。やった方が良くない？先に。ね、だってお菓子の材料買いに行くだけでしょ、うん、今日おやつあるよ、美味しいチョコケーキ、パパのお土産、それ食べようよ今日。明日、うん、明日にしよう。でも今日すんごい雨降ってんだ、本当にやばいぐらい降ってんの、大雨。4時間冷やさないといけないからさ、うん、やっぱり今日買って明日使う。マジで。どんだけ宿題したくないんだ。でも今日さ、LINE ライブもやんなきゃいけないから忙しいよ。行きたい VS 行きたくないみたいな。今日 LINE ライブもやんなきゃいけないよ。うん、LINE ライブあるとさ、うん、忙しいじゃん。うん、ね。あ、今日最終日じゃん。そうだよ、最終日だよ。最終日どうしよう、2回くらいやる？どっちでもいいよ。でも2回ぐらいやるんだったら7時、8時、8時、9時ぐらいじゃないとダメかな。9時、10時じゃ遅いよね。遅すぎる。だよね。遅すぎる。それからお風呂とかだもん。じゃあ買いに行けないじゃん。ああ、そうだね。とりあえず宿題やっちゃって、まず、ほんと。動画的にもね。いや、動画関係ないけど。雨だしね、車出したくないよね、わかるわかる。いや、いいんだけど、とりあえず宿題やんな。マジでやってほしいんだよね。マジでやってほしいんだよね。分かったからもう。いや、ママのためじゃないじゃん、自分のためでしょ。遅くなる一方だよ、うん、ずっと寝れないじゃん、うん、でしょ、うん、の伸ばして伸ばして伸ばしてでやったらダメじゃん。最近いつもそうだから。だからダメしてんの、たまにはやったら。あ、じゃあとりあえずおやつ食べる。今日ね、ブラックシンデレラの放送日なんですよ。あ、そうだね、10時からでしょ。あれ、そうだっけ。ブラックシンデレラで10時だよ。どうせ見れないじゃん。見るの、見て寝るの、うん、大丈夫。見る。そっか、はい、だからそれまでに宿題とか終わらせないといけない。じゃあやばいじゃん、もう今宿題やる。の宿題やるのが一番、うん、やります。じゃあおやつ食べながら宿題やったら。はい、宿題やります。はい、ルーティーンなのにこの画面で何分喋ってるの。もうやめてよ。もう決まってないんですよ、ルーティーンとか。ちょっとえ、決まってないんですよ、ルーティーンとか。ちょっとまあいいや、はい、次。1日ね、やることが違うんですよ。そりゃそうでしょ。そこルーティーンじゃないでしょ。でもまあルーティーンはルーティーン。まあルーティーンはルーティーン。じゃあ宿題します。じゃあミミ、わざわざ着替えたの。びちょびちょだったの、超びちょびちょ。靴下から。なあ、カロンちゃん可愛いです。コロンちゃんが。ということで、はい、おやつを食べます。こちらのね、チョコレンガっていうね、なんかパパさんがね、チョコレンガっていう、出張のお土産で買ってきてくれました。いただきます。はい、これね、なんかね、フォークで全然うまく切れなくて、うん、いただきます。これは美味しいね。この前も買ってきてくれてね、うん、美味しかったからね。リミちゃんは箱ごと食べてます。リミちゃん、リミちゃんでもね、今写すの NG なんです。ママも買ってくれたの。うん、そうだよ、2回目だよ。前回も食べてない。リミも食べたよ、食べた、忘れてるだけ。食べたよ、食べた、みんなで食べた。私がほぼ全部食べたけどね。そうね。白黒はチョコ NG なんでね、気をつけないとね。気をつけながら食べます。はい、ガラちゃんが可愛い、うん、
そうするとシロンちゃんも焼きもちまんだもんな。チロンチロンは焼きもちまんだな。かわいい、かわいい、かわいいね。本当絵になるよねこの二人。ぴったり5時でございます。はい、やっとやっと宿題でございます。はい、これはって取るとして、うん、宿題をやります。はい、今日の宿題はですね、はい、グループ活動があるんですけど、うん、そのね遊びを4つ考えてこいとのことです。ですね、ライナーの遊びだとなんかみんな知ってるし飽きるってあったんで、まあみんなが知らないようなね遊びを4つ考えてくる。そんな難しいね。難しいでしょ、めっちゃ難しいから、うん、だから今日の宿題やりたくなかったんや。じゃあやりたいと思います。はい、もうこれは携帯が必要よね。そっか、携帯に室内遊び、室内レクとかいっぱい検索して、なるほど、うん、調べてね、うん、やります。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、室内モノボシって検索しちゃった。え、室内ボシって検索しちゃった。確かに今日大雨だしね、洗濯が。昨日晴れてたから良かったけど。そうなの、ね、ひっくり返しゲームってなんだろうね。新聞じゃんけん、新聞じゃんけんね、決まったよ、うん、あったあった。進化じゃんけん、進化じゃんけんもこの前集会でやったな。へー、みんな知ってんな。探偵ゲーム、探偵ゲーム、ルールがわからん。そのお友達は青い T シャツを着てますとか、そのお友達はメガネをかけていますとか。へー、ヒントを出してて、その人を当てる。なるほど、いいんじゃない？ね、書くか。うん。とりあえずね、もうこれ文章書かないといけないから、そう、詳しく書かないといけないんだよね。めんどくさいでしょ？とりあえずメモっといて。そうね。じゃあ頑張ってください。あと3つ。はい。ジェスチャーゲームは知ってるよね、みんな。え？ジェスチャーゲームは、ね。ジェスチャーゲームは知ってそう。お猿だったらこう。知ってる、知ってる。知ってるでしょ？うん。ピンポン玉ゲーム、ピンポン玉がないと無理。ボール当てゲーム、ボールがないと無理。何でもいいか、ボールあるし。あるの、うん、卓球、ピンポン玉もあるよ、卓球クラブとかあるし、うん、なくしたらね、あれだし。そうだね。あー、なるほどね。うんうん、終わりました。2ページ書けました。あ、1つ目が探偵ゲーム、探偵ゲーム見ます、探偵ゲームで、うん、2つ目が言うこと一緒、うん、やること一緒でしょ、うん、で3つ目がドッジボールで、4つ目が猛獣狩りに行こうよ。に何狩り、猛獣狩り、何猛獣狩りって、知らない、猛獣狩りに行こうよ、猛獣狩りに行こうよ、猛獣なんて怖くない、猛獣なんて怖くない、槍だって持ってるし、鉄砲だって持ってるもんみたいなゲーム。幼稚園の頃からやってたよ、私。そうなの、知らなかったもん。そうなんだ。これはね、うん、みんな知ってると思うけど、うん、この夏は多分みんな知ってる。うん、まあドッジボールは普通知ってるけどね。そうでしょ、ドッジボールやりたくて入れた、うん、ドッジボールと、これは検索して懐かしい入れようと思って入れて、うん、で、この2つは、うん、ネット、うん、これはね、5年生の時にね、5年の3人の人がね、うん、そうそう、1回やったことあるんだよ、だから、うん、休校中の、あ、違う、休校明けのまだ全員が揃ってない半分の時にこれをやって、うん、なるほど、そうそう、それは覚えてる。なるほど、あんまりね、なんか思い出して、うん、あ、いいかもと思って、その時室内でやったんだけど、外でもできるし、いいかなと思って。はい、あとは探偵ゲーム、さっき言ったやつ、はい、今何時ですかね、ちょっとスマホちゃんを開ける、ママ携帯した、
今は6時9分でございます。今は6時9分でございます。結構かかったね。ね、1時間ちょいかかりました。結構大変だ。はい、今日は LINE ライブ8時7時ぐらいにはやりたい。7時にあるの？じゃあご飯は食べてから？いや食べないで、うん、